関東から東北の太平洋側を中心に断続的に激しい雨の降る恐れがあります。そしてこの後北海道にも夜から雨雲がかかる予想となっています。風も強まりそうです。この後見ていきますと、明日夕方までの多いところで九州北部から関東にかけて150ミリ以上激しい雨が降って、近畿南部では明日未明から非常に激しく降る恐れがあります。最低気温は20度ぐらい、最高気温は25度前後でしょう。気象情報でした。